男子テニス国別対抗戦デビスハイワールドグループ1部隊コロンビア最終日、15日、東京、有明コロシアム。日本が最終試合を待たずに、通算3勝1敗で、2025年デビスハイファイナル予選進出を決めた。第1試合のダブルスは、西堀慶の代わりに持月慎太郎、木下グループ、を起用したが、綿貫洋介、SBC メディカルグループ、 とのペアでフルセットで敗退。しかし、続くエース対決で、世界ランキング54位の西岡義人、ミキハウス、が7対5、64のストレートで勝ち、日本に3勝目をもたらした。西岡は、熱かったけど、最高の観客に後押しされた、と、2勝を挙げ、エースの役目を果たした。この日、当初予定されていた試合に、西木よりは出場しなかった。 西織りは9月18日から行われる生徒オープン中国に出場し、その後9月25日に開幕する木下グループジャパンオープン東京有明に出場予定だ。西織りは木下グループジャパンオープンにここにいる全員が出ると思うのでまた応援お願いしますとコート上で同ジャパンオープンに多くの観客が訪れることを願った。